お前は…リク、お前もここにいたのか。お前もだって。まるで俺のことなんてついでに探していたみたいな言い方だな。え、そんなつもりじゃ。言い訳はよせよ。本当は俺のことなんて忘れかけてたんだろ。そんなわけないだろ。俺リクを探してここまで来たんだぞ。でも今は違うよな。今のお前はただナミネに会いたがってるだけだ。俺のことなんてどうでもよくなってるんだろ。それにナミネの気持ちも。ナミネの？ふん、やっぱりそうか。何にも考えてなかったんだな。お前はナミネに会いたがってる。でもナミネも同じとは限らない。ナミネの方はお前の顔なんて見たくないってことさ。どうして？理由はお前の記憶に聞けよ。なぜナミネが島から姿を消したか覚えていたらわかるはずだ。俺が何かしたのか？そのせいなのか？リク、帰れよ。ソラ、ナミネは俺が守る。ナミネに近づく奴は俺の敵だ。何考えてるんだよ。俺たちやっと会えたのに。なあソラ、俺の気持ちも考えてなかったろ。お前の顔を見たくないのはナミネだけじゃない。俺もさ。リク、やめろ。待ってくれ。
陸、どこにいるんだ。ソラ、大丈夫？俺のことはいいんだ。でも、陸のやつが。様子がおかしかった。いつかのようにアンセムに操られているのだろうか。アンセムは俺たちがやっつけたろ？どうしちゃったんだろうね、リック。そうじゃ、王様は。リックと一緒にいたら、王様も危ない。そら。ひょっとして、リクに嫌われたと思ってるのかい？でもそれは誤解だよ。誤解？確かに、さっき彼は君にひどいことを言った。でも、思い出しておくれ。ここは、忘却の城なんだ。この城では、どんどん記憶を失ってしまう。多分彼は、君と仲が良かったという記憶をなくしているんだ。忘れたっていうのか？私はそう推理しているよ。だから今は悲しむより彼の記憶を取り戻す方法を考えようじゃないか。くよくよ悩む暇があったら仲間と一緒に前へ進む。その方がそららしいよ。そうそう、一人で悩んじゃいけないよ。うん、そうするよ。ソラ、最初の約束を覚えてる？え？エナオ、僕たちと出会った時の最初の約束だよ。どんな時でも笑顔を忘れちゃダメ。そうだな。